サムスン電子がギャラクシー S8 の好評に後押しされ、日本のスマートフォン市場でのシェア拡大に成功した。8日、市場調査企業ストラテジーアナリティクス SA によると、4、6月期におけるサムスン電子の日本市場シェアは 8.8%、約70万台を記録して上位3位に入った。前年同期は 3.8% だったことから、1年で倍以上シェアを伸ばしたことになる。1位と2位はそれぞれアップルとソニー。サムスンに続いて4位と5位を占めたメーカーはシャープと富士通だった。アップルは4、6月期市場シェアが前期比 10% ポイント下落した。反面、サムスン電子をはじめソニー、シャープ、富士通はシェアが上昇した。サムスン電子の市場シェアは2013年中盤には 10% 以上を記録していたが、昨年は 3.4% まで落ち込んでいた。ネットの声、ジョージャクジャップがついに買い始めたか。世界じゃ日本製なんて見ないからな。廉価版ばらまいてんだから当たり前。隕石行為みたいだしな。高級扱いだが、 S8 はハイスペア、フィールド変わるしな。ドコモで出しているウィズ対応のやつ、性能もそこそこ、同じウィズの富士通のやつよりは格段にいいで、基本料金大きく下がる。 S8 よりこちらの方がシェア拡大の武器になっていると思う。てか普通にサムスンのスマホは素晴らしいぞ。日本でしか売れない日本メーカーの端末より世界規模で台数を出してるサムスンの方が明らかに品質やコスパがいいからな。当然やろ。逆にと高くて低スペのポンコツ国産スマホ使ってる人は情弱って自覚ないの？10万超えで割れやすい費用のスマホよりマシ。いいものを買わず悪しき国産を買うなんてバカとしか言いようがないぞ。国産とかゴミだからな。日本じゃ韓国製は売れないよ。売れたってニュースなんだが、S8 の広告がものすごかったもんな。かなり宣伝費使ったろうな。ドコモのギャラクシー CM が呆れてしまうな。よくもこんな CM を流すもんだ。 CM でメーカー名を出さないのはなぜ？あれは本当に情けないよな。お金ばらまいただけ。サムスンよりファーウェイでいいだろうに。安いし、日本製のギャラクシーだったらお前ら買うやろ、かっこ笑い。日本で製造のギャラクシー、韓国で製造の iPhone、 お前らどっち買うんだ？中国製のキシペリアで十分です。日本製でも F はいらない。代替機とは言えなんだこのクソ仕様。わろた。アップルは世界的に新型待ちだろ。月別に見ないとわからんけど、多分サムスンはフィールのおかげだろうな。スペックに関わるハイエンド思考の層が一般層の動向に影響を与えるほど多くいるとも思えんし、 S8 はスマホの頂点と言われてる。 iPhone が抜けるか気になるね。ガラス S8 か、憧れだな。高くて買えないな。岸青海 MI ミックスで我慢我慢。1から3月はランクインしてなかったからフィールが大当たりしてんだな。コスパすごいから気持ちはわかる。つまり日本にとってはiPhone のライバル機ではなく中華スマホのライバル機。いいものは売れる。まだまだ日本も捨てたものではないな。